ドサンコ水戸部重工店さんにお邪魔しております。で今回はラーメン屋さんなんですけど、いろいろね種類があって、ラーメンだけでなんかいろいろ種類があって、なんかね餃子とかがさ290円とかさ、だいぶリーズナブルなんで、私は今回は1万円目指して食べていきたいなと思います。めっちゃ種類あるしね、1万円いけるのかな。1万円その分いっぱい食べれるからね、まあ、そんな感じで今回は美味しく食べつつ1万円分食べきれるかチャレンジしていきたいと思います。頑張ろう。めっちゃ大きいよねこれ。どんくらいだろうね、4回りぐらい大きいと思う。いただきます。とりあえずラーメンからいこうか。ボリュームあるね、これ。いきます。うん、おいしい。この味噌めちゃくちゃ美味しい。甘みが強いというよりかは、どっちかっていうと、なんかその、なんて言ったらいいんだろう、パンチのある、スタミナのある感じって言ったらいいのかな。メンマとわかめともやしとコーン、こんだけ入って900円で、うん、大盛りご飯大盛りご飯すごいよね。これ普通の大盛りのご飯だよ。まあまあどうかな。これと唯一1000円超えてる、これだけ。エビプリプリやし、なんかねほんのり酸味が効いてるエビチリス、エビチリ、エビチリスみたいな感じ。スタミナ、玉ねぎがメインなのかな。見た目以上にお肉めっちゃ入ってるこれ。うん、めっちゃおいしい。これご飯だ。ちょっと甘辛い感じ。名前なの。一口餃子にして大きい。金曜日だと145円か。安っ。
そのまま食べてもめちゃめちゃ味付いてる。おいしい。でしょうか。なんか餃子用の味噌だれももらったの。そのまま食べてもめちゃくちゃ美味しいやつ。これじゃん。倍？ちょっとなんかラー油が入ってる感じがする。辛い感じ。味噌だれ美味しいね。はい。
Thank you.
然行ってないよね。行ってないよね。行ってないね。6000円ぐらい。いやもう中いっぱい。これ以上食べたら本当にチャレンジメニューになる。一品一品さ、すごいさ、リーズナブルってさ、ボリュームもあるんだけど、味がとにかく全部美味しすぎた。あ、美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあね。美味しかった。